ダンスホールという曲で もらった尾崎豊の担当がその頃制作ディレクターでフォークミュージックが好きだって言っていた僕に会社が決めて、それで自分自身もまだ若かったので、また忙しくなるなみたいなことでブツブツ言いながら尾崎豊かっていう少年と会ってくれと言われて会社で待っていたら、彼はやっぱり来なくて、もう1時間ぐらい待ったところで痺れを切らして、 もう忙しいから、その尾崎なんとかっていうやつが来たら
また日を改めて来るようにスケジュール合わせといてぐらいのことを会社のデスクの女の子に言って、それで僕は会社を出ようとしてエレベーターの前に行った時に、下から登ってきたエレベーターが開いて、中に高校の制服を着た彼がいました。尾崎君って言うと、はいそうです、遅れてすいませんって深々とお辞儀をして、礼儀正しくて、しかもものすごく綺麗な顔をしている少年だったので、こっちがなんか気恥ずかしくなってしまって、待ってたんだって、なんかいかにも出迎えに来たかのように彼を引率してまた会議室に戻ったっていうのを覚えてますね。それでそのダンスホールっていう曲に関しては、僕にとってはとても不思議な曲に思えていたので、どうしてこの曲ができたのっていうようなことをかなりしつこく取材しました。その時に彼は、これは実は曲はジャクソン・ブラウンのザ・ロードっていう曲からインスパイアされました、詩は本当のことなんです、自分がよく行くライブハウスというかそういうところがあって、まあそれが要するに彼にとってはダンスホールで、そこで知り合ったちょっと大人びた女の子のことを、その子から聞いたことを歌にしたんだみたいなことを話してくれて、ああきっと尾崎豊にとって最初に歌うべきことを見つけたそのきっかけになったのが、その偶然見かけた女の子だったんだなっていうふうに思いました。きっとその少女との出会いによって作品を作る、作品が心の中から湧き上がってくるっていう実感を得たんだなって思います。まあ、18歳になってすぐという時期に彼はそのレコードデビューするわけですけれど、15の夜って曲があって、それは学校の中で校則に違反して頭を丸刈りにされた友達のに対して、みんながそのあまりにもひどいことするじゃないかっていう話で盛り上がって、もうじゃあもう学校もやめちまおうぜ、みんなで家出しようぜっていうことで、まあその一度に夜集まる約束をして集まったんだけれども、家出の仕方もわからなければどこへ行っていいかもわからないし、結局じゃあって一人ずつ帰っていって、結果的にみんな帰っちゃったっていう、そういう経験をベースに書かれた。最初15の夜っていうのは無免でっていうタイトルだったんですね。無免でっていうのは無免許でバイクを乗り回すっていうようなことが、きっとその10代の男の子たちにとってみたら、あの自分たちができる最大の抵抗、体制とか社会に対する抵抗だったんだろうけど、結局それは家出をしようとして集まってまた家に帰ってってしまう自分たちを受け入れざるを得ないっていう、まあ、あの尾崎豊の楽曲には常にそういう無力感とか、ある種のこうその切なさというのかな、そういうものがどの曲にも漂ってると思うんですよね。それは結局自分と社会を対峙させた時、例えばそれは親に対する不満を言ってみる、学校に対する不満を言ってみる、全部返ってくるところが自分だから、結局は自分と戦うしかないというような、とても簡単な答えを尾崎豊はものすごくはっきり、多分ティーンエイジャーとしては初めてティーンエイジャーの声として世の中に問いかけた人だと思いますね。Thank you.
だから、彼のレコードが出て世の中の高校生は飛びついたんですね。それは飛びついたのは音楽的にかっこよかったからとかそういうんではなくて、きっと自分たちが思ってることなんだ、自分たちの思ってることをすごく分かりやすくはっきり歌ってくれてる、しかも親にも学校にも社会にもこびることなく、だからすごく格好の悪いことなんだけれども、それをあえてやってくれたっていう、そういうなんて言うんだろうな、共鳴、そういうものをティーンエイジャーが感じて尾崎豊の音楽を支えたんじゃないかなと思いますね。だからなんか15の夜っていう言葉が持っている、例えばアメリカンポップスだとスイート16とかって、つまり16歳っていうティーンエイジャーの恋もして、ちょっと半分大人で半分子供で、わからないこともたくさんあるけれども、もう何でも知ってんだぞみたいな甘酸っぱい感じがティーンエイジャーのこうイメージの代名詞だったと思うんですよね。ところが尾崎豊は15の夜と17歳の地図っていう2つの具体的な年齢を上げた曲で、その日本のティーンエイジャーの意識みたいなものをはっきり変えたような気がしますね。決してこう甘酸っぱいだけじゃなくて、自分たちの未来ってそう明るくないんだぞって、だからもっと真剣にこういろんなこと考えなきゃダメだみたいな、学校のホームルームで突然真面目なことを言って、みんながそうは言うけどしょうがないじゃないかって、こんなことでいいのかみたいなことを言い出すやつがいて、例えば学校の校則だってこうじゃないか、変だよ、先生にみんなでこう改善するように言いに来いよみたいなことを言い出しても、まあバカなこと言ってる、そんなこと言ってたってどうせこう自分たちだってそこを2年か3年すれば出ていくんだし、当たり障りないように生きようよみたいな人がほとんどの中で、なんか尾崎豊っていうのは不器用なんだけれども、本当にこう真摯に真面目にティーンエイジャーの生き方みたいなもの、意識改革みたいなことを音楽で働きかけた最初の人だったって気がしますね。尾崎豊っていうのは、まあ、生涯180本ぐらいのライブしかやらなかったんですけれども、だから実際に彼のライブを見た人っていうのはとても限られてはいるんだけど、とてもこう見たこともないようなステージをやってくれた人で、で、彼はその歌ってることの言葉の内容と、それとレコード会社を含めマスコミが彼をこういうアーティストにしたいっていう一つの思惑があまりにもうまくはまってしまって、それは彼にとってはうまい話ではなかったんだけども、ある時期から10代のカリスマとして言われるようになるんですよね。で、それまでのカリスマっていうのはある種そのイデオロギー、政治的な思想だったり宗教的な思想だったり、そういうものをバックボーンにしてるんだけど、彼はあくまですごく個人的な内面的な葛藤を歌っていたにもかかわらず、まるでこう悩める10代のオピニオンリーダーのようになっていってしまうんですよね。で、そのことで本人がどん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 こう悩んでいく姿を僕は目の当たりにしていて、で、それはやっぱり自分が歌うことを
曲解されていくっていうことに対する苦痛感はステージを見ていてもどん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 こうそれが高まっていって、彼の歌を合唱した観客に向かって、これは俺の歌だから歌うなって言ったこともあります。でもそんなアーティストはあんまり聞いたことがないですよね。それにコンサートの大阪球場のライブっていうとても大きな球場ライブのもう先駆けですけれども、やった時に何万人というお客さんの前で歌った打ち上げの会場で、彼がそのスタッフに向けて、一体アーティストっていうのはどのくらい歌ったら幸せになれるんでしょうって言ったんですよね。もうそこに僕は痛々しいほど彼の苦悩っていうのを感じたし、どうすれば彼を救ってやれるんだろうっていう気持ちにはどんどんなりましたね。18歳になってすぐレコードを出して、瞬く間に有名ミュージシャン、有名アーティストになったんだけれども、その先のことを考えた時に、もともと彼が持っていた孤独感とかそういうものは全く癒されないし、ものすごく不安だったって思いますね。でその時に彼は、その後一体何を歌えばいいんでしょうって言ったんですよね。学校も辞めていたし、じゃあ次に自分が何を歌えばいいのかわからない、それを探したい、まあ自分を探すために彼は一旦歌うことをやめるしかない、そういう結論にだんだんなっていったのかなっていう気がします。彼は突然ニューヨークに行くって言い出して、僕らの前から姿を消しました。僕はそこに人生においての自分の役割みたいなものがなんだかわからない時に、ニューヨークに行ったんだ、マンハッタンで生活したことがあるんだって言ったことが影響しているような気がして、ああ余計なこと言ったななんて当時は思いました。それで自分はレコード会社のサラリーマンディレクターだったので、会社を説得してニューヨークでレコーディングさせてくださいってことで、ニューヨークに何度か僕も渡って、彼が住んでいたアパートを訪ねて、その時のことで一番覚えてるのは、行くけど何が欲しいかって言ったら、食べ物を持ってきてくださいって言われて、インスタントラーメンとかかまぼことかそんなようなものをお土産に持って彼のアパートを訪ねて、で行ったらもう全然部屋から出てこなくて、いないのかなと思ったら、もう下着だけで出てきて、ああすいません寝てましたみたいなことで、で僕がお土産を出すと、それを冷蔵庫に入れとこうって言って冷蔵庫開けたら、冷蔵庫には何も入ってなくて、あ酒が入ってたかな。それで明太子を一本口から天井を見上げて、ごくりっと人の身で一本食べたの覚えてますね。すごく散らかした部屋の中に大学ノートがやっぱり何冊もあって、やっぱり尾崎豊っていうと大学ノートだなと思うんだけれども、そこに一人用詩を書いてはそのノートをダメにしてみたいなノートが何冊もあって、ああ全然作品ができないんだなって思ったけれども、それはシャワーを浴びてる間にこっそり見たんで、そのことに関しては彼に何も言わないようにして、僕は何度かニューヨークに行くたびに、そうやって彼に美味しいものを与え、一緒にライブを見、レコーディングの打ち合わせどういう感じのものにしようかみたいな話を繰り返ししてました。でも結局はビジネスの世界のちょっとしたこう思惑違いがあって、彼はレコード会社を移籍してしまって、どうもなんかその頃から彼はレコードをやっぱり作るこう意欲をなくしたというか、何かこうそういうレコードビジネスの中で
自分が果たしている役割みたいなものは作品を作ることじゃないんじゃないかっていうふうに思い始めたらしくて、まあ、むしろこう嫌悪感を示すようになってくる、あまりいい状態ではなくなってったっていう気がしますね。結果的には尾崎豊が一人でニューヨークに住んだことで彼が得たこと、学んだこと、なくしたこと、それが彼の人生に対してとっても大きな要素になってしまったことは否めないと思うんです、彼は本当にニューヨークで一人で住んでいて、彼の仲間というのはミュージシャンたちではなかったので、どちらかといえばどん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 音楽っていう岸からは遠くを木々に流されていったような気がします。でも時々ラジオから流れてくるいい音楽にふと目が覚めるみたいなことがあったっていうことを後で僕には話してくれました。おそらくその時の経験をたった一曲で表すとすれば、彼が事件を起こしてその後に発表された太陽の破片っていう曲が、その彼のニューヨークでの孤独の集大成だし、僕はこの曲こそが尾崎豊にとってある意味では書かなくてはいけなかった宿題みたいな歌だったと思いますね。いろんなことがあってまた、僕と尾崎豊は一緒にレコードを作るチャンスに恵まれて、彼もとても大変な苦境から立ち直り、社会的な制裁も受けて、実は僕も命に絡むほどの大病をして、それからまあなんか無事に生還して、二人は奇妙な具合に地獄の淵から時期を同じくして生還できたので、お互いに手を取り合ってまたやろうっていう気分で再会できたんですね。彼の中で一つ大きな変化があったのは、あんなに俺の歌だから歌うなって言った人が、その作ったレコードのコンサートを始めたら、卒業っていう曲でみんなに歌わせよう歌わせようとするんですね。それが僕はものすごくびっくりして、すっごくステージで笑ったりしない人だったのに、ニコニコしながら観客に向かって両手を広げて一緒に合唱してほしいっていう仕草をして、僕はそれを見た時に本当に不意をつかれて涙が溢れて、あ、この人は何かを克服したんだなって実感しました。尾崎豊っていうのは、彼の書いた詩の中にも笑うっていう言葉が何度も出てきます。それで彼にとって笑うっていうのはこう幸福感の象徴なんだと思うんです。それであってしかも人間の弱さの象徴でもあるんです。そんな話をしました。自分が笑える、人が笑う、その笑いの中に隠されたこう精神的な安定とか幸福感とか、そういうものが必要というか、彼が最終的に求めているものだっていうことに気づいたような気がします。彼と僕は時々、まさか彼がこんなに早く亡くなるとは思ってなかったので、二人で何かについて喋ろうよって言って喋るときに、悪いけど録音させてもらっていいかなとかって言ってよく録音してたんだけれども、基本的に僕はいつも彼を笑わせよう笑わせようとして、フロッピー入れられたら最後はね、確かに尾崎豊パターンとかでガチャッといくとあったかなっていうのがあって、なんかハンバーガー頼みって頼みだちょっと今せっかく確かに頼みっつなんだかシェイクシェイクバナナシェイクを頼みつつ、いやちょっと待ってよ待ちつつ分かったポテトは5分かかりますけど確かにとか言ってで
お持ち帰りですかとか、そう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 、まあいいや、ダメしばらく待ってよ。僕は尾崎豊にとって笑うということがどんなに深い意味だったのか今考えても、時々いろんなシーンを思い起こさせられて、特にその観客に向かって両手を広げてニコニコしながら、この支配からの卒業っていうところを合唱させている尾崎豊っていうのは、一人のアーティストとして、彼は現実的には18歳の時に出て26で亡くなって、8、9年の活動期間だけれども、休んでる期間が長いので実質5年もないと思いますね。その4年ぐらいの間で、彼が最終的に、亡くなる前の最後のツアーのライブで、そうやって観客と一緒にニコニコしながら卒業という曲を歌えたことを、僕は彼の音楽のプロデューサーとしてとても誇りに思うし嬉しく思います。こんなアーティストはきっとそう簡単には出てこないだろうし、彼がデビューして日本の経済はバブル社会になり、浮かれて、そんな浮かれてる時に深刻な歌を歌っている尾崎豊っていうのは、ティーンエイジャーや高校生や大学生以外には支持されなかったけれども、そういう浮かれた騒ぎが収まってみて、今になって、そしてこれからもずっとこの一人のアーティストを残した作品というのは、人々の心の奥の奥まで入り込んでいくような気がします。また尾崎豊と会える日があったら、まあそれは天国で会うことになるかもしれないけども、やっぱり一言声をかけるとしたら、やっぱりありがとうって言いたいし、一緒に仕事をしている時は本当に大変なことが多かったけれども、大きな存在だったと思います。生身の人間としてまだ生きている僕らは、何かに支配されながら生きているけれども、君は見事に一つの卒業を成し遂げたねって言ってあげたいです。